今日はですね、買わせるの心理学という本を中村さんという著者の方から献本いただきましたということで、この本の紹介をしていきたいというふうに思います。この本ですね、ウェブの制作やウェブのマーケティングに関わる人、もしくは営業の人にとっては超重要なエッセンスが凝縮された本だったので、この本を紹介していきたいというふうに思います。これなんとですね、買わせるための心理学が61個も紹介されてて、すごい綺麗なビジュアル付きで紹介されてるって本なので、今日はこの中でもエッセンスを紹介していきたいというふうに思います。それでは行ってみましょう。久保田望のアンテナ。ということでですね、中村さんは、まあ、ウェブ解析士マスターの方なんですけど、めちゃめちゃ資料作りがもともと綺麗なんですよね。デザイナーさんなので、やっぱり資料の作り方本当天才的で、配色とかめっちゃ綺麗で、その資料を見てるだけで確かに買いたくなっちゃうんですよ、なんかっていうのがあって、自分でもですね、その資料を真似たりして自分の資料を作って営業とかしてみたら、めちゃめちゃ売れるようになって、営業制約率とかが普通に3倍とか平気で上がったりしたんですよね。なので僕自身もすごい感謝しているのがこの中村さんで、まずですね、なんでこの本を書いたかっていう著者のですね、振り返りからこの本は始まるんですけど、実は中村さんがある時にそのウェブの制作現場にこう夢を持って入ったんですって。そこにはもう完璧なノウハウとか法則がいっぱいあるんだろうと、で超かっこよく仕事してんだろうなっていうふうに思ったんですって。でそしたら、実はウェブの制作の現場で見たのは手探りの数々だったっていうんですよ。これね、結構ね、耳が痛いね、正直ね。まあそりゃそうだろうなって思う、正直言って。手探りが本当に多いのがウェブのマーケティングとかウェブの制作の現場の実態なんですよね。こっちがいいかな、あっちがいいかな、こっちがいいかな、あっちがいいかな、あっちがいいかな、あっちがいいかなってやってるんですよ。でこっちがいいかな、あっちがいいかなって言ってるのが中だけじゃないんですね。デザイナーはこう思ってる、プログラマーはこう思ってる、ディレクターはこう思ってる、プロデューサーはこう思ってる。そこに登場するのがお客様ですよ。直接の担当者は赤がいい、でも上司に相談したら青がいいと言われましたみたいなね。で最後社長がやってきて黒白だなみたいなね。これもうね、ほんと大変、もうどうしたらいいのみたいなね。そういう状況っていうのがウェブの制作の現場では本当に日常茶飯事で起きてるんですね。でどうしたらいいんだみたいな多分経験をされたんでしょうね。なので中村さんはですね、ある時にこんなことを考えたそうです。いやちょっと待てよ、俺たちはパソコンでね、その例えばデザインをしたりとかそういう作業をしたりクリエイティブなことやったりしてるけど、本当に喜んでほしいのは誰だったんだっけ、本当に行動してほしいのは誰だったんだっけってことを考え直したんですって。なかなかそんな考え直すことなんて普通しないっすよね。まあなんか忙しくてあっちだこっちだとかっていうふうに言われてたらもう混乱で、ああもうやだみたいになっちゃってやめちゃうみたいな人が多いと思うんですけど、そうじゃなくて一度向き合ったって言うんですよね。でその時のね、その結論がやっぱり素晴らしくて、何かっていうと、私たちはウェブを作る時 PC と向き合っているが、相手にしているのはやはり人間なのだということに気づいたらしいんですよね。でじゃあ人間だっていうふうに考えた時に大事なのは何かって、どう思うかですよね。どういうデザインを届けるか、どういうデザインが良いのかとかっていうことって、デザイナーが決めるものじゃなくて、エンジニアが決めるものじゃなくて、ディレクターが決めるものですらない、プロデューサーが決めるものですらない、お客様が決めるものですらない、お客様の上司が決めるものでも、お客様の社長が決めるものでもない、実際にそれが届く誰かが決めるものだってことに立ち返ったっていうことなんですよね。その時に大事なのは、かっこいいな、好きだなって思う時、ここはなんかやだな、嫌いだなって思う時、ここの真理そのものに答えがあるんじゃないかっていうふうに中村さんはある時気づいたんだそうです。そしてそんな中村さんは認知心理学という学問の分野と出会います。これをむさぶるようにこう読んだらしいんですね。まあストレスが溜まってたんでしょうね。もう何言っても全然分かってくれない、こっちの方がいいんですって、こっちの案の方が絶対かっこいいですって、こういう言葉ってやっぱり人を動かすことはできないんですよ。なんでか分かります？感覚だからですね。いや俺はこっちの方がいいと思うって言われちゃうと、これって平行線ですよね。
だ多分中村さんって今すっごいコミュニケーションが得意な方なんですけど、その時はすんごい悩んだんだと思うんですよね。これをこっちの方がお客様をより良い場所に導けることが俺には分かっている、確信があるのに、なぜかお客様は逆の方を選んでしまうなって。あ、これは僕の想像ですよ完全に想像ですよ、別に聞いたわけじゃないですよ。ただそう思ったんだと思うんですよ。そういうのがね、この本の言葉の端々になんか現れてる気がする。でそう思った時に、本当はこっちの方がいいんですよってことを説明するための技法ってめちゃくちゃ難しいんですよ。一つはウェブ解析士みたいに数字で説明することです。でも数字だけだと説明しえないものがあるんですね。その典型がデザインですよ。なぜかというと、デザインをした後で数字っていうのは分かるじゃないですか。最初にデザインを作るときは数字なんて見えないんですよ。そういう時にお客様にこっちの方がいいんです、なぜならっていう理屈を説明しないとやっぱりお客様も納得できない。なんでかっていうと、お客様の先には上司がいて、その先には社長がいるからです。その人が、あ、そっちの方がいいかもしれないですねっていうふうに答えたとして、てってってって上司のところにやってきて、これこのいうデザインでいこうと思いますとかっていうふうに言ったとしたら、もう一回上司が、あ、これよりさ、こんな感じの方がいいんじゃないのって言われて、でその担当者が、はい、そうですよねって言って、タッタッタッタって言って、こっちの方がいいと思うんですみたいなね、こういうのが結構典型的なんですよ。なぜこういうことが起きてしまうのか、伝書鳩みたいにこっち行ったりあっち行ったりってことが起きてしまうのかっていうと、そこに多くの人が納得する言語化ができてるかできてないかによって、これだけ多くの徒労っていうのが生まれてしまうってことなんですよね。これね、多分ね、クリエイティブに関わってる人だったら誰もが一度は感じたことがあるんじゃないかな、その苦しみを。その苦しみを理論によって説明しようじゃないかっていうことなんですよ。ユーザーは心理としてこういう心理があるんですっていう言葉を入れるだけで、そこで作られてるクリエイティブが誰の目から見てもいいものだっていうふうにはっきり分かるための技法があるってことに、中村さんは苦労の末に気づいたということなんですね。このチャンネルではその中でも僕が、あ、この心理って面白いなっていうふうに思ったものをちょっとピックアップしました。なのでそのエッセンスを紹介していきたいと思います。まず、なぜ家に帰るまでが遠足っていうね、言葉が書いてあったんですけど、これ非常に面白いテーマですよね。まあ、よく聞きますよね、家に帰るまでが遠足だぞ、お前たち最後まで気を抜くなよみたいなね、ことって言われたりするじゃないですか。で、これはどういう心理に基づいているのかっていう理論がちゃんとついてくるんですよ。この理論が何かっていうと、テンションリダクションっていう言葉があるんだそうです。これは何かっていうと、緊張した後の注意が欠落する状態のことを示しているそうなんですね。まあ確かにね、遠足だわーって言って、でも交通事故とか気をつけないと、わーでお菓子持った、わーバナナ持った、わーって言ってね、こうやって歩いて、わー楽しい楽しいとか言ってね、で最後、あー疲れたーとか言って、じゃあねみんなバイバイとか言って、で赤信号でパーンみたいなね、死んじゃうからね、本当に。そういう風になると危ないですよね。なのでテンションリダクションっていう言葉が、まあ、生まれたんだそうなんですよね。確かに緊張後の注意が欠落する状態ってありますよね。じゃあこれを EC サイトとかに適用するとどういう発想になるのっていうことなんですけど、 Amazon の合わせ買い商品ってあるじゃないですか。本とかよく買う人は分かるかもしれないんですけど、よく出てくるのが、この本買おうっていう風にほぼ決めたみたいなタイミングってありますよね。チラチラチラって見ていくと、もう買おうかなと思ってる時に、この商品とこの商品一緒に買いませんかみたいなね、まあ、例えば上巻と下巻一緒に買いませんかとかね、そういうのは分かりやすいんですけど、それとは別に、例えばこのカメラ買いませんか、ついでにレンズも買いませんかみたいなね、そういうのってついついなんか買っちゃうんですよ。でなんでかなって思うと、あ、そっか、これカメラ危なっていうなんか気持ちになるんですよね。カメラさ、買うのはいいけど、他の人はレンズも一緒に買ってんだとかね、レンズ拭きも一緒に買えませんかとかね、まあ、一緒に書いてあるのね。でプラスプラスとか言ってさ、なんか数千円違うだけとか書いてあるから、まあいっか、これでまとめて買っちゃおうみたいなね、こういうやり方っていうのはテンションリダクションで説明がつくっていうことなんですよね。消費者がめちゃめちゃこう、あなたは本当に買っていいんですか、いけないんですかとかってね、すごい注意を払ってる時っていうのはなかなかお買い求めいただきづらいですよね、ウェブサイト上でも。でもまあほぼ買おうかなみたいな決めてる時は、ついでにこれも一緒に買いませんかっていうふうに言われると、あ、じゃあ一緒にこれも買っちゃおうかなみたいな気持ちになりやすい。商品の合計額が2万円以上だと送料無料とか書いてあって、1万9999円とかになってたら、
なんか悔しいっすよね。やばいみたいな。なんか追加しようかな。なんか安いやつないのかなみたいな感じで探したりしますよね。そういうのも緊張後の注意が欠落する状態をわざと狙うっていう概念ですよね。車買った後の数十万のオプションを買うっていう心理とかもこれに近い概念だっていうふうに言うことができます。なので、これ面白い。この本の面白いのは何かっていうと、日常的に、うん、あるある、それってあるあるっていうふうに思うことから始まって、それが理屈を説明してくれて、じゃあそれをウェブのマーケティングに応用するとしたらこういうふうにやるんだよっていうところまで説明してくれるっていうふうに、構成になっているところがこの本のまあ面白いところですね。あと購入後の不安な気持ちって確かにありますよね。これバイヤーズリモースっていうんですって。バイヤーズは購入者のっていう意味で、リモースっていうのは深い後悔っていう意味ですね。これ何かを買った直後に感じる不安って確かにあるじゃないですか。なんか高級な例えばバッグを買いました。あ、でもな、これ本当に買っちゃってよかったのかな。なんか俺無駄遣いしちゃったんじゃないかな。あ、なんか買わなきゃよかったかな。あ、もしかしたら他の別の商品でもよかったんじゃないのこれ。あ、なんか俺やっちゃったかなみたいなね、そういう気持ちになるってあるじゃないですか。その気持ちのことをこれ説明してくれてるんですよ。で、こういう心理があるよってことを言語化してくれることによっていろんな広告の施策が見えてくるっていうのがあって、例えばサマンサタバサってブランドありますよね。で、渋谷の駅前とかで行ったりしてたんですけど、その時にやってた施策があるらしくて、それ何かっていうと、購入した後で OA の看板広告が出てるっていう状態を作ってこれを防御してたっていう事例があるんですね。これ何かっていうと、買うじゃないですか。で、買った後でこうテクテク歩いて、でもやっぱりバッグ買わなきゃよかったかもとかと思うわけですよ。その時にダーンと屋外広告でめちゃめちゃ可愛いモデルさんがサマンサタバサって持ってたら、やっぱり買ってよかったんだってね、こう思いますよね。こういうふうに買った直後に感じる不安っていうのは、実は2つの分かれ道になるよってことを意味していて、買った直後に感じる不安を放置してそのまま増幅させてしまったら、やっぱ返品しますとか、やっぱ私買うつもりじゃありませんでしたみたいなね、クレームになるとかね、そういうことになりがちだと思うんですけど、そこに対してちゃんと対処するような方策を仕掛けておくと、この決断は正解だった、他の人にも紹介してみようみたいなループになりやすいってことですね。これ確かにそっちの方がいいですよね。なのでウェブサイトとかで例えば購入ありがとうございましたっていうページがあったとしたら、そこにわざと手書きで書くとかね。普通そのデジタルなその空間の中でアナログなものって見ないじゃないですか。で、店主からの声みたいな感じで、この度はご購入いただいて本当にありがとうございましたみたいなウェブサイトの中で手紙とかあったら、あ、やっぱり買ってよかったかもなとかいうふうに思ったりしますよね。そんな感じでいかに買ってよかったかってことを納得してもらう施策っていうのが大事なんですね。通販とかでも購入終わった後でもう一度お客様の声が送られてくるってあるんですよ。実際の商品とは別にこんなに多くの人に喜ばれてますみたいなことが書かれてて、ここが良かった、ここが良かった、ここが良かったっていうお客様の声が一緒に来るってあるんですよね。これは完全にこれを狙い撃ちしてるんですよ。不安にさせないぞっていう仕組みを作ってるってことなんですね。じゃあ次、選択肢は少ない方がいいっていう、これなんかちょっと意外な感じしません？なんか大体ですね、僕らってこうやって教えられてるんですよ。いいかお前たち、選択肢を広くしましょうと、広くするために学ぶんだってね、こんな風に言われたりしますよね。なんですけど、選択肢は少ない方がいいってことを発見しちゃった学者がいるんですって。これがジャムの法則っていうんですけど、これ何かっていうと、シーナ・アイエンガーっていう人の実験で、試食できるジャムっていうのをこう用意して、その後どのくらいみんながジャム買ってくれたかなっていうのを計測してったんですって。で、試食できるジャムの数を最初6種類でやったと。そしたらその後の購入率 30% だったと。よし、もっと増やせばもっとお客様喜んでくれるはずだってなって、6種類じゃなくて24種類用意したんですって。ほら、こんなにリンゴ味みたいなね、リンゴ A、 リンゴ B、 リンゴ C、 リンゴ D、 リンゴ E みたいな、なんかそういう感じのなんかジャムのコーナーを用意して、どれがいいですかみたいなね、もう産地別ですみたいなね、そういうのを用意したんですって。喜んでくれそうじゃん。なんかそのね、めっちゃ赤いやつにちょっとオレンジのやつとかね、なんかあったら、あ、嬉しいなって思うかもしれないって思った。でも結果は10倍売れなかった。10分の1になっちゃった。へーってね、なんでって感じですよね。これにヒントを与えているのがまた別の法則なんですけど、チャンクの法則っていう法則があります。これは米国の心理学者が提唱した理論で、情報の塊っていうのをチャンクっていうふうに呼んでるんですね。で、短期記憶、長期記憶と
短期記憶、短期記憶は短く覚える、長期記憶はずっと覚えるってことなんですけど、短期記憶の場合は7プラスマイナス2しか人間って覚えられないんじゃないのっていう、情報の塊の数に目を向けた法則っていうのがこのチャンクの法則っていうものなんですね。そう言われてみればね、なるほどそうかもなってね。このジャムさ、まさにさ24種類もあるから、俺もあれだけど、あのジャムのね例えを24個出すの至難の技だったのね、さっきね ABCDE って言ったけどさ、 ABCDE ってさ、そもそもさ何5種類だからねここから24種類やろうとするともうアルファベット言うだけで疲れちゃうよね。でも実際そういうことってあの商品開発の現場ではあるあるなんですよ。やっぱり商品開発の現場っていいものをお客さんになるべく届けたいっていうふうに思うから、こういうのはどうですか、こういうのはどうですかって日々やってるわけね。でそうなるといろんな選択肢を提供してお客様を喜ばせようとかっていうふうに思ったりするんですよ。例えばフルカラーエディションとか言ってね、この色もこの色もこの色も選べますみたいな、1億通りのパターンを用意とかね、なんかそういう風になりがちなんだけど、実はそうすると人って選べないよ。なのでおもてなしを考える際は、人を喜ばせたいと思って商品開発するんであれば、あえて選択肢を狭めるっていう方向性を考えてみてはどうですかってことですね。そしてさらによく当たる占い師の秘密ってね、これもねちょっと面白かったんだけど、ちょっと今からそうですね3つ読み上げるので、何個ぐらい、自分にちょっと当てはまるかなっていうのを考えてほしいんですけど、1、他人から好かれたい、褒められたいと思っているが自信がない面もある。2、自分には生かしきれていない才能がまだある。3、意外とへこみやすいがすぐに立ち直ることができる。さあ何個ぐらい当てはまってますか？2個。そうっすよね。これ大体まあ、ゼロっていう人少ないらしくて、こういう風に聞くと2個から3個っていう人が多いらしいんですね。まあ、僕もねなんかねこれもう全部合ってんなと思ってこれ俺じゃんと思って俺好かれたい、褒められたい、自信がない面もあるのよ実はとかね、なんか思っちゃった。こういう風に自分の経験に紐づけ当てはまると感じるのがバーナム効果って言うんですよ。確かにこういう言葉ってなんか自分にも当てはまるかもって思いますよね。だからマーケティングをやるときに占いの文章ってよく研究するとめっちゃ面白いキャッチコピーになりやすいよってことなんですよ。よく占いを研究するとずっととかそろそろとかそういう言葉を使ってたりするんですって。そろそろ変わるかもしれませんみたいなね、言われるとそうなのかなって。でもそろそろってさ、そもそも人によって定義が違うじゃないですか。ずっとあなたが思っていた悩みがありますねって言われると、あのことかもって絶対出てきちゃうよね。でもずっとってさ、何それは何10年20年30年1週間みたいなさ、人によって違うじゃん。だから1週間でもさずっと悩んでたってさ思う時もあるじゃん。まああの子のことが大好きだみたいなね、でも俺はあの子のことを1週間ずっと考えていたみたいな、それもずっとだし、俺ずっと男ですみたいなね壮大にずっとだなみたいな、なんか人生かけてんなみたいなずっともあるじゃん。だからそういう風にずっととかそろそろっていう言葉を使うと人は自分のことかもって思いやすいよ。なのでキャッチコピーとか考えるときはクリティカルな悩みに対して刺さるようなことを考えないといけないけれども、それとは別にわざと曖昧性を残すといいんだよみたいなことが書いてあるわけですね。でこれ面白かったのがこのバーナム効果の、バーナムってなんかどっか聞いたことあるなと僕は思ってたんですけど、何かっていうと実はグレーテストショーマン見ました？あの映画、あれね僕もう感動しちゃって、あの飛行機とか乗るたびに俺あれ見まくってて、見るたびに号泣するってね、横の乗客の人がちょっと気持ち悪がられるぐらい泣いてて、おえつするぐらい、うっうっつって、火事になった後のね復活するシーンがいいんだよね。火事になってさ、もう経営者がさもうボロボロで、もうさっきまでもう億万長者でイエーイみたいな感じだったのに、もうボロボロになって、俺にはもう何もない、サーカスも全部壊れてしまった、ああもう人生どん底だっていうになって、こうやって落ち込んでる時に仲間たちがやってきて、お前たちに払う給料なんかないんだよ、もう帰ってくれっていうふうに言うと、そうじゃないっつって、俺たちはあなたがここを作ってくれたじゃないですか、だから諦めないでくださいみたいな感じで、その経営者を励ましに来てたっていう、あのシーンね、もう何度見ても泣ける。あと This is me で
This is me ってあれね、あれやばい、俺ずっと転勤族だったから自分がどこにあるのかとか自分は何かとかってすっごい昔から考えてて、いろんな学校を転々として自己紹介ばっかり上手くなって、でも自分っていうのは何なんだろうなって、俺アメリカで生まれて日本に住んでアメリカ人でも日本人でもないような中途半端な存在だなとか、日本に行くと帰国子女だっていう風に見られてなんか変な目で見られたりして、でアメリカに行くと日本人だっていう風に言われて、日本人ってどんな存在なんだとかに突きつけられて結構悩んでたんですよ昔。でそういう時に This is me っていうね、この言葉を聞くと、そうだな、俺でもいいじゃんみたいな気持ちになれてめっちゃ感動したんですよね。これ全然関係ない話だけどねでこれ次フォールスコンセンサスっていう話です。これ何かっていうと、みんな自分が普通だと思っているっていう心理なんですよ。これ言われると確かにそうかもって思いますよね。自分は普通ですっていうふうに思ってる人が多いんですよ。なので EC とかにまあ適用するとしたら、あなたは多数派ですよ確かにっていうふうに後押ししてあげるような 90% の人が満足いただいてますみたいなね、こういうグラフとか使うといいですよっていうのがこういうテクニックですね。次が暗黙の強化っていう言葉があるんですけど、これ何かっていうと、直接評価するのではなく比較対象を褒めるもしくはけなすことで意欲に差が出たよっていう、リー・セクレストさんの実験によるものなんですね。これ何かっていうと、お兄ちゃんは本当優秀ねみたいな言葉ってありますよね。で弟とか言ったとするじゃないですか、そしたらお兄ちゃんはすごく優秀ねっていう言葉の裏に暗黙のメッセージを感じちゃうってことなんですよね。優秀ね、つまり俺は優秀じゃないんだな、俺は落ちこぼれなのかっていうふうに強化されてしまうような心理っていうのがあるよっていうことなんですよ。これ確かにあるなって思いません？僕もね、僕弟いるんですよ。で弟が運動が超得意なのね、何でもできちゃうの、バスケとかめっちゃうまい。で弟はめっちゃ体育うまいよねとかね、運動うまいよねって言われると、俺も勝手に自分をこう否定してたことがあって、そうか弟は運動うまいけど俺は運動うまくないなみたいな感じでこう刷り込んでたんだよね。だけどそれってこの暗黙の強化だよっていうふうに気づくと、そんな強化をわざわざする必要がないし、別に暗黙っていうふうに勝手にこっちが思ってるだけで、発信してる人はただその人を褒めてるだけで別に比較してるわけじゃないんだっていう沼みたいなのから抜けれたりしますよね。なんでそういう意味でもいいと思うんですけど、これを EC とかウェブマーケティングに適用するとしたらどういうふうにやるかっていうことなんですけど、うまいなと思うのはね、類似品にご注意くださいっていうふうにね、例えば書くっていうふうに、まあ例として書いてあるんですよ。これちょっとジャンプしてるからちょっと分かんないかもしれないですけど、これうまいの分かります？暗黙でこっちが公式だよっていうメッセージを伝えてるんですよ。類似品にご注意くださいってことは、類似品ってことは他にパクっているサービスがあるんだ、こっちが本物のサービスなんだ、類似品が出るってことはそれぐらい売れているサービスなんだってことは、これは信頼できるサービスだなっていうふうに思ってもらうための暗黙の強化っていう方法があるよっていうのが書いてあるわけですね。これ深いよね。なんかめっちゃ人間の心理の泥臭い生々しいところがよく出てるような話なんですよね。で最後が第三者の口コミ。これはね、確かに第三者の口コミ載ってるサイトの方が信用できますよね。絶対大事だって思うんですけど、これなんでわざわざ取り上げたかっていうと、面白かったのがこの第三者の口コミが大事だよっていうの、ウィンザー効果っていうんですよ。でそのウィンザーっていうのが何から出てきたかっていうと、実は小説から出てきたんですって。アーリン・ロマノネスの伯爵夫人はスパイっていうね、の中に出てくるウィンザーっていう人がいて、その人のセリフが、第三者の褒め言葉はどんな時でも一番の効き目がある、よく覚えておきなさいみたいな、そういうセリフを言ったらしいんですね。そこから来たということで、まあ口コミとかお客様の声とか、高級品とかだとオーナーの声とか、そういうちょっと言葉に変えたりしてもいいかもしれないんですけど、そういうふうに第三者の口コミとかをちゃんと掲載して、喜んでもらって、あ、買おうっていうふうに思ってもらうための工夫っていうのはめちゃめちゃ重要になります。というわけで 1,2,3,4,5,6,7 7個ぐらい紹介したんですけど、この本ね、ここに書いたように61個あるからねこの技法が、しかもそれが分かりやすいデザインで紹介されてるって本なので、まあもし為替の心理学、人に興味があるとか、人の心に興味があるとか、心理学に興味があるとか、もっと売れるサイトを作りたいっていうふうに思う人は一度本を手元に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回ですね、やった内容についての感想をお待ちしてます。
ぜひコメント欄に書いてください。僕がめっちゃ喜びます。あと中村さんもきっと喜んでくれるはず。そして高評価ボタンもぜひお願いします。そしてチャンネル登録していただくと、もっと面白い情報を僕は毎日本当は届けていきたいなっていうふうに思ってるぐらいちょっと気合が入ってるので、この YouTube チャンネル登録してもらって新しい動画が来るのをぜひ待っていてください。というわけで、マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。